皆さんこんにちは、コインオタク編集長の伊藤と申します。私たちの運営するコインオタクでは、仮想通貨、ブロックチェーン、暗号資産の最新の話題をウェブサイトで解説をしております。この YouTube チャンネルでは、主に初めての方向けに分かりやすくですね、仮想通貨の市場を解説をさせていただいております。できるだけ分かりやすくしておりますけども、難しい言葉を使っていたらすいません、別の動画でちゃんと解説させていただきます。今日はファイルコインについてお話をさせていただきますね。知ってる方も多いんじゃないかなと思います。題しまして、なぜ日本でファイルコインがこんなに話題なのか。まずですね、その仮想通貨で、流行るもの流行らないものっていうのがあるんですけども、大体は儲かるから流行るんですね。やっぱこう、これはすごくいいぞとね、あの技術的に素晴らしいよだけだと流行りません。これ悲しいかな、すごい技術だっていうものが流行ったことはあんまりないですね。結局、お金が儲かるような感じの情報があるから、こんな儲かるんだったらっていうので、日本のマーケットだと流行ります。じゃあね、気になるのはこんなたくさん仮想通貨あるんでしょ。もうアルトコインは何千何万という存在があるんですけども、なんでファイルコインだけそんなに儲かりそうなのかというところを解説をさせていただきます。まず一つ目はですね、マイニングというところですね。厳密に言うとマイニングっていうのはですね、業界の、なんていうかな、ビットコインのマイニングが始まったので、いろんなですね、仮想通貨に関するアルゴリズムの承認に対して報酬を払う仕組みのことを全部マイニングって言っちゃってるんですけども、これはですね、いわゆるマイニングのような形で捉えてもらえれば大丈夫です。ファイルコインのビジネスを手伝うという、間接的に手伝うという形になると一定の報酬がもらえますよというようなものを、マイニングと称してですね、日本のマーケットにパーッと広がっているのがファイルコインマイニングという形になります。技術的なものは一旦置いておいて、そもそもマイニングというものはですね、儲かるように設計されております。これはどの仮想通貨でも一緒です。なぜならば儲からないものって手伝おうと誰も思いませんよね。というところで、そもそもの初期設計でですね、何とか仮想通貨のマイニングっていうのは基本的には、どの銘柄も儲かるようにはなっています。必ず儲かるわけじゃないんで気をつけていただきたいんですけども、初期設計は絶対に、参加してくれて手伝ってくれた人には配当を払うよという形になっているので、これは結構自信を持ってですね、皆さんマイニングだからマイニングだからって結構言うことあるんですけども、ファイルコインも、多分漏れずですね、マイニングというところで一つ流行った要素になるんじゃないかなというふうに思います。2つ目はですね、このファイルコインのマイニングをした時にですね、何かこう仮想通貨に投資する時に、そもそもこう売買できるものなのかどうかっていうのが一番心配なんですね。これはもう2016年から始まってるこの投資のマーケット、仮想通貨の投資のマーケットの中で上場するのか上場しないのかっていうのは、かなり重要な話題になるんですけども、このファイルコインに関しては、かなり最初の段階から上場が決まっておりまして、取引所がですね発表していたものですから、そこに対する不安が一切なかったんですね。で、おかげさまで、ちゃんと上場ももう決まっておりますので、そこの不安が少ない、仮想通貨だったかなというのは、流行った要素の一つかなというふうに思います。で、3つ目、これが一番大きいと思うんですけども、業者さんのですね、いわゆるこのファイルコインマイニング業者さんのですね、煽りがすごい。非常にすごい。YouTube のですね、チャンネルを見ていただいている方にはですね、仮想通貨の投資のうまい話は気をつけてねっていうのがありましたけども、この業界はですね、うまい話がすごく多いんですね。で、ただうまい話をする業者さんもですね、実はこうリスクがあるわけじゃないですか。言っても儲かんなかったらやっぱり、儲かんなかったじゃないですかって言われるリスクがあるので、そんなにたくさんの会社がですね、これは儲かるよって言ってるわけではないんです。ただファイルコインのマイニングに関してはですね、非常に多い数の業者さんが参入しまして、100社を超えてると思います。100社以上の会社さんが、これ儲かるぞという形のマーケティングをしたんですね、日本で。というところで、ここまで話題になってしまったというかですね、話題になったんじゃないかなというふうに思います。コインオタクはですね、実にこうフラットな目線でファイルコインを評価しておりまして、初期のタイミングではですね、ファイルコインというものが存在するんだなというところで、これはなかなか面白い技術だなというところで、推奨をしております。推奨してた時にですね、一つだけ言葉を恐れたものがあります。それは仮想通貨投資の中級者以上の方がやってくださいというお話をさせていただきました。これはですね、初心者の方は難しいだろうなというふうに思ったからです。で、何が難しいかっていうとですね、実は
売買するのがすごく難しい銘柄の一つなんですね。というところで、最近コインオタクでは、このファイルコインマイニングをした人からの問い合わせが非常に多く来ております。代表的なものはですね、これどこで売買するんですかというような質問ですね。先ほど、上場が決まってますよというお話しましたけども、この上場が決まっている取引所は、全てですね、日本の投資家さんは使えません。なので、売買できないわけですね。売買できません。なので、これをもうファイルコインマイニング参加して、わあ、なんかもうワクワクドキドキ楽しみで、実際に受け取った人、どうすればいいんだっていう方がたくさん出てるというのが今の現状でございます。なので、この動画を見ていただいているファイルコインマイニングの販売をした業者さん向けに一言、買っていただいた投資家の方々にちゃんとそこの、サポートをしていただきたいなというふうに思います。もちろんですね、ここまで流行ったものですので、日本の取引所でもですね、上場するかもしれません。ただやっぱり日本は上場の審査が厳しいというところになりますので、上場するのは、ね、もし仮に上場するとしても、まあ、2021年後半くらいかなというふうに思いますので、まあ、それまで持っていただくか、もしくはあのファイルコインというのはですね、ただの投資のサービスではなくてですね、実際にこれ使うこともできるサービスになりますので、ぜひ、皆さんも、ね、動画コンテンツを見たりとか、そういう時に、ファイルコイン前にあのファイルコイントークもですね、使ってみていただければなというふうに思います。我々コインオタクの中ではですね、ファイルコインは結構応援している銘柄の一つになりますので、これから頑張っていただきたいなというふうに思っております。